ちょっともう一回ね、ここ見てんの。一番最初に来たルートに戻ってきてるんだけど、ここでエンディング分岐があったんだって。ちょっともう一回ここで、ちょっとギャリーの辛い部分にはなってしまうんだけど、返せ。そうね、じゃあギャリーのバラと交換して、これで、なんかギャリーの青いバラが奪われてしまうやんか、メアリーに。見とこう。じっと見とけ。そんな目で見ないで、イブ。ごめん。心配しなくても大丈夫よ。私に任せなさいな。いや、もう優しさがすごいよな、こいつ。なんでそこまでイブにしてくれるんだろう。で、青いバラが奪われてしまうし、ごめんね、本当に。何回見ても辛いわ、ここのシーン。怒ってる？え、どうして？怒るわけないじゃない。イブのせいじゃないでしょ。あんまり気にしちゃダメよ。バラならほら、今からメアリー捕まえて取り返すことだってできるんだしさ。頑張りましょう。いや、もう優しすぎる。ここで花占い始めてるよな、あいつが。好き嫌い、好き嫌いやってるから、ここでもう、ね、ギャリーがもうしんどいしんどいになってしまう。ごめんね。ちょっとエンディング分岐がここにあるらしいから、ちょっとあんまりギャリーのこの姿見たくないんだけど、ちょっと待ってて。嫌い。いや、もうほんとメアリー、いい加減にしろよ。で、好き嫌い、好き嫌い、大豆の花占いが終わるのを待ってみる。なんで茎になるまでやった？まあ、そんなもんだけど、花占いって。一旦、さっきもやったんだけど、これでライターを、ちょっとちょろまかしに行く。キャンディー食べながらライターちょろまかして、さっきはさ、普通に出て行ってしまったよ。でも一人で、ここでライターを使ってみる。さっきはギャリーと一緒だったけど、よし。これで一人で向かう。さあ。今度は1対1だ、メアリー。やるぞ。イブ何してるの？なんでどうやって？この部屋に入ったの。ここはダメ。ダメよ。お願い、早く出てって。早く。早く。やだ。出てけ。嫌でーす。燃やしまーす。イブ、ダメ。やめて。燃やしまーす。お前は、ギャリーに本当に悪いことをした。悔い改めろ。やだ。メアリー。これで、多分エンディングは変わると思うんだけど、ギャリー大丈夫かな？いや、でもこのバラがこうなってしまったってことは、多分もうギャリーは助からんのよ。眠ってる。眠ってるっていう表現でいいのかな。これでもう一度ゲルテナ店に戻ってみよう。今はもうギャリーもいないし、メアリーもいないんだよな、このルートは。これで一番上に行ってみよう。いや、どうなるんだろう。今までどちらかはいてくれたからさ、ここで元の世界に戻る？いけるか？イブ、あ、イブ、なんで？もう探したのよ。一人で勝手に行っちゃって。後で行くって言ったでしょ。たく心配したんだから。やはり、それはそうと、イブ、出口のようなところを見つけたのよ。え、ここじゃないの？こっちじゃなくて向こうなの。一緒に行きましょう。どっち？え、でも言っていい？このギャリーはギャリーじゃない気がする。いや、どっちや？
でも悲しいけどギャリーはもういないと思う。やだ。どうして？せっかく出られるかもしれないのに。この家から帰れるですって。そんな保証どこにもないじゃない。ほら行きましょう。おいで。イブ。あ。いやでもイブ。これでいいはず。あのギャリーはギャリーじゃないよ。こっちがどうなってんの？なんか変わってたりとかする。え？ギャリー、忘れられた肖像。忘れてないって、忘れてないんだって。眠っている男性が描かれてる。イブ、ここにいたんだね。探してたんだよ。やっぱり一緒に見て回らないか。せっかくみんなで来たんだし。お母さんもイブと回りたいって、下で待ってるよ。イブ。イブ、早くおいで。違う、忘れたわけじゃないの。ちょっとどうしてもさっきのさ、ギャリーについていったらどうなるのかっていうの見たいから、もう一回見ていい？イブ、そうだよね、ここでギャリーが来る。さっきは絵に飛び込んだんだけど、そしたらギャリーがなんか肖像画の一枚になっとったよね。わかんないからついて行ってみていい？ギャリーと一緒に行く。イブはやっぱりいい子ね。さあ、それじゃあ行きましょう。どこ行くの？あ、手つなぐの？どこ行くの？いや、もう一人ぼっちのイブ。全然一人ぼっちちゃいましたやんか。全然手つないでましたけども。さあ、一応ね、結構周回に周回を重ねてきてこのね、エンディング回収をしたいがためにめちゃくちゃイブ最近毎日何時間もやってるんだけど、やっとなんかね、エンディングいいやつを踏めそうなのでとやってくるわ。ここに来るまでにギャリーの好感度をめちゃくちゃ上げるためにね、本当に最初からもうギャリーに粘着に粘着を重ね、ずっと喋りかけてギャリーの好感度を上げて、でなおかつメアリーを怒らせないっていうことをやってきたんよね。いろいろとやってきたんだけど、ここでやっとね、燃やす。なんか全然考えつかなかったわ。燃えるものだと思えなかったというか、まあいいや、それじゃあ燃やしてみるわよ。本当にさ、途中なんて言うんだろう、コートを渡して休憩部屋でギャリーと話したりとか、プリンの前でなんかギャリーとひたすら話すっていうコマンドがあったやんか。あれをめちゃくちゃやってきたのもうええってと思うぐらい、ギャリーもしつこいってと思ってるぐらい、もうイブは話しかけてきたので、なんかね、最後にハンカチを渡すやんか、イブちゃんが。あれをなんか受け取ってもらえんかったんだけど、受け取ってもらえたらエンディングが変わるらしいので、やっと受け取ったとこまで一瞬見たから、その先をまた見てみようと思う。誰かいるの？イブにギャリー二人とも無事だったんだ。どうやってこの部屋入ったの？出てってよ。でメアリーぶち切れてくる。この部屋に近づかないでよ。早くこっから出てって、早く早く出てけ。このためにやってきたんだよ、燃やすぜいや、もうめっちゃやってる。なんかね、本当に一日 2,3 時間ずっとイブをやってる最近。だからね、すごい謎解きがすごく上手になったよね。でこのあとこのガラスをかぶってしまってメアリーが燃えてしまうやろ。で、まあ、イブもそうなんだけど、ギャリーが怪我してしまったよね。はあ、なんというか、さすがに死ぬかと思ったわ。
なんか思った以上に激しく燃えちゃったわね。いや本当なんでもなんかね、やっぱね何回もやってるうちに思うけど、メアリーのことも嫌いになれんのよな、どうしても。イブ大丈夫だった？ガラス浴びたでしょ。え、私の手、あれ本当だわ、切れてる。気づかなかったわ、さっきので切れたみたい。でこれでハンカチを渡して受け取ればいいんだよ。受け取るんだよお前は。ハンカチよかった、受け取ってくれた。いいの、じゃあちょっと貸してもらおうかなって。これ本物のレースじゃない、なんか汚しちゃうの忍びないわ。もう手遅れだけど、まあいいや、せっかくだし借りとくわね。ありがとうイブ。さあそれじゃ外に向かいましょう。そう、ここまでやってもうセーブして終わったよ私。出口に向かいましょう。あ、パレットナイフな、本当にゲルテラの作品だったのねこの子。いや、このメアリーのエンディングっていうの今回収中だからちょっと待ってて、それもまた時間かかってるから最初からやり直してて。これで、え、もう出口向かっていいの？え、出口向かっていいの？本当に出口向かうぜ。いや、でももうメアリーも燃えて、なんか夢から覚めたような感覚がしたわ。ギャリーも無事だもんね。で、持ち物が、うん、ハンカチは今ギャリーに渡してるもんな。やめて、また言語変えようとしたやろ。英語されたら私わからんて。さあ、なんかここ見覚えあるような。そうだよね、一番最初に出会ったところではあるもんな。これであのでっかい絵画の前に行こう。いや、もうね止めてこないとは思うよね。メアリーもいないし、一度入るともう戻れない。ここでの時間も全て失う。それでもあなたは飛び込むの。まあ結局ここのイブの世界というかゲルテナの世界のことは全て忘れてしまうってことやもんね。一回二人とも無事で出たけど覚えてなかったもんな、お互いがお互いのことを。何この大きな絵、絵空ごとの世界ね。この絵って元の美術館じゃない。もしかしてこの絵に飛び込めば元の場所に戻れるの？でも絵に飛び込むってどういうことかしら。飛び込むんだよ。まあ何、いや、このゲルテナの世界観もね、何回もやってればやってるうちに面白くなってきたよな。見ていく額縁が、今ならいけるかも。いや、もう誰も止めてこないよね。やった、本当に入れたわ。ほらイブも早く。誰？イブ？もしかしてママ？イブどうしたの？ほら来てごらん。ママ？もしかしてママ？あ、ママ。イブやっと見つかった。ダメダメ。ママダメダメ。ママダメダメよ。いや、ここでお母さんを信じてはいけない。これ本当のお母さんでないから。ほら怖くないわよ。大丈夫だから。イブ、お母さんの言うこと聞けないの？知らない人について行ったらダメ。もう二度とお父さんとお母さんに会えなくなっちゃうわよ。イブ、ほら引っ張ってあげるわ。だからおいで。だから手を出して。イブ、イブ、どうしよう。いや、ギャリーの手掴んどこイブ。ここまでやってきたんだからギャリーの手を掴んでお願い。よし。さあ、これで別のエンディングが見られるはず。で戻ってきたけど、何をしていたのか思い出せない。いや、そうだよな、思い出してないよな。ギャリーどこ？いや、でも前はさ、確かあれよな、あっちのバラの展示のとこにいたもんな。バラどこっけ、向こうっけ。あ、お父さんお母さんいるよ。ほらイブ見てごらん、この絵見た？すごいだろ、こんなに大きな絵見るの初めてじゃないかな。いや多分ね、ここの美術館にいる誰よりもゲルテナの世界観を見たぞ。分かってると思うけど展示品には触らないようにね。はーい、まあ、いっぱい触ったんだけどね。あ、いた、ギャリー。ん？何かよ、お嬢ちゃん。この像なんて読むの？え、これ精神の具現化っていう作品みたいよ。精神の具現化か。
なんかこのバラ見てるとさ、すごく切ない気分になるのよね。なんでかしら。それこそバラはね、ずっと大事に持ってたもんな、二人とも。で、急にこんなこと言われても困るわよね。ごめん、イブ。あ、イブって言ってんやん。あれ、何イブって。私の名前。え、あんたの名前？イブっていうの？私、あんたとは初対面のはずよね。違うんだよ。違うんだよ、ギャリー。何時間も一緒にいた。粘着に粘着を重ねたんだよ。なんか、口走っちゃったのよ。変なの。いや、忘れても残っとるってことよな。でもなんか、私たち、前にどこかで会ったことなかった。ある。あるよ。あ、いや、ごめん、変なこと聞いちゃって。今のは気にしないで。それじゃあね。違う違う違う、一緒にマカロン食べに行くって約束したもん。ん？何これ？ハンカチ。こんなの持ってたっけ？そう、それ私のよ。私の。え、これあんたの？あら、ほんとだわ。イブ。名前が入ってる。でもなんで私のポケットに？しかも血がついて。あっ！ピンときたんちゃう？怪我したんだわ。手に。それで、女の子が、ハンカチを私に。そうだよ。そうよ。このハンカチ貸してもらってたんだ。女の子に。イブに、イブ、思い出したわ。私たち一緒にいたじゃない。どうして忘れてたの？こんなに大事なこと。そうだよ。ずっと二人でおかしな美術館の中歩き回って、変な絵に追いかけられたり、メアリーに会ったりしたわよね。そうだよ。なんかプリンとかも見たしさ、ギャリーがギャーって何回も言ってたしさ、いっぱい。イブ覚えてる？思い出したよ。あ、よかったわ。正直今でも信じられないけど、本当にあった出来事よね。そう。イブ、私たち無事に戻ってこれたのよ。ギャリー、もっといろいろ話したいことあるけど、私そろそろ行かなきゃ。え、なんで？え、遠方から来てんの？こう電車の時間とかあんの？あのさ、イブ、このハンカチ、もう少しだけ借りてても大丈夫かしら？いいよ。このまま返すのはさすがに、あれだから。ちゃんと綺麗にしてから返すわね。うん。だからまた会いましょうね。あ、いや、もうこれ一番いいエンディングちゃう。いいエンディングちゃうの。いや、これがイブか。あ、よかった、このエンディング見れて。あ、アリ見せてる。イブそんな病じゃなかったやん。めっちゃ可愛い。アリやでって見せてる。いや、イブっていう女の子の存在自体が私結構不思議で面白かったね、この子が。まあ動きとか、まあ、多分ね、静かな子なんだと思う。だからこそこのおしゃべりギャリーに、もう今にも襲われそうなギャリーに。いい相性があったのかなって思う。いや、だからこそさ、この二人には本当にこのゲルテラの世界から出ても知り合いでいてほしかったというか、仲良くしていてほしかったよね。だからこのエンディング含めてよかったんだけど、で、今他のエンディング回収をそれこそしてて、それが結構メアリーがメインの話になってくるので、ちょっとそっちの方も見ていきたいかな。わ、いいじゃん。あ、雨持っとる、イブも。そうだよ、もらったもんね。エンディング。再会の約束。うわ、いい。良い、良い、良いよ。さ、エンディング回収してくるか。はい、今ね、エンディング回収をしてるところなんですけど、ね、他のエンディング行くには、結構メアリーのお話に行くことが重要らしくて、
このゲーム内で起こっていた、なんていうんだね、バッドイベント回収みたいなことをしなきゃいけないみたいなんですよね。で、どんどんこう、イブとギャリーの精神を追い詰めていくっていうことをしなきゃいけないんですけど、その辺も含めてちょっと見ていこうかなと思います。で、ここのドアを開いて、なんかね、この金の魚手に入れてからここ見るやんか。で、二人でこの鏡を見るんやけど、鏡に何か書いてない。魚の片割れ、金の女のそばに。確かさ、なんか白い頭の像が出てきたやんか。なんてギャリーが大いびりしたやけど。いやー、何よこれ。これで私確か一番最初ね、なんかもう止めだと思うよね、ギャリーを。で、もう、ここはもうギャリーの好きにさせてしまう、とっさに目をつぶれ、イブ。はい、やったわ。もう胸クソ悪いもんな、物に当たるんやめろや。ああ。ただのマネキンじゃない。さっさと行きましょう、イブ。いや、マネキンバラバラ。いや、もうやっとんな、お前、本当に。で、いたっけな、こんな。で、この、まあ、ガシャガシャにしたのを含めて、こっちの部屋行くと、もう状況が最悪になってるらしいよね。うわ。でもこれ多分ギャリーのせい。イブ。もうここに新しい情報はなさそうだわ。とっとと出ましょう。いや、そうだよな。やっとんな、これ。赤い液体が入った花瓶がある。え、生けてみる？せっかくだし。あ、せっかくだしね。何やってん？どう見ても危険すぎるでしょ。ですよね。なんかね、多分、向こうで、この白い頭を蹴ったことによって、この部屋が変わってしまったよね。先ほどお客様の中に、備品を破損された方がいらっしゃいます。見かけた方は直ちにご連絡ください。ギャリーです。張り紙が剥がれかかっている。剥がしてみる？ギャリーを首を吊って死ぬ。ギャリーやって。多分題名つけるとしたらもうギャリーやで。もうブチギレですもの。美術館はちょっぴり不思議な遊園地。おかしなものがたくさんあるのよ。ここで遊んでいるとあっという間に一日が終わってしまうの。とっても素敵でしょ？だからあなたもここにいれば大丈夫。みんながいるから。いや、誰が書いとんやろな。これ、ゲルテナじゃない気がするんやけどな。この文字の感じ見ると、メアリーかなっていう気はするんやな。で、また他の、なんていうの、もう悪いエンディングをどん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 回収していこうと思いますので、待ってて。はい。で、次、ここですね。このさ、あれ？人形いなくなってる。人形がずっと追いかけてきてたやんか。追いかけてきて、ギャリー一人になってる時ですね、今。一体どこまでついてくんのよ。もういい加減にして、あんたの相手をしてる暇なんてないの。で、これももうギャリーの感情のままに壁に向かって蹴ろうと思う。こんな人形が何よ。何よ、邪魔よ。 そういうとこやで、ギャリー。うん。ああ。いや、この子も罪ないけどな。鍵穴がない。この扉を鍵以外で開くよ。で、これだな。痛いよ、痛いよ。大丈夫か、ごめんね。で、この新しい、なんていうの、結構謎解きが多かった部屋に来るんですよね。で、確かね、前、蹴らなかった時は、ちゃんと体全部があったと思うんやけど、首だけになっとんよな。あなたのせいで、首もげちゃった？ まあね、これに関しては私もね、ギャリーのせいだと思ってる。はい。で、謎解きも終わって、でも、このね、絵の具玉も集めてきたんですよね。集めて、もうこの首人形がずっと移動移動に重ねて、ここに来てる。宝探しって楽しいね。私も宝見つけたよ。で、見つけたよって言ってるから、こいつの首をちょっと調べてみようと思う。一応調べないと。触りたくないけど。ここまで来るとこの子かわいそうやな。でもね、この綿自体も、なんか赤くなっとるね。血も出とるけど。生きとんかな？で、玉見つける。いや、あの存在もすごい不思議だけど。扉が開いてる。で、最後の玉が、ここにあるんやけど、
ここの脱出を失敗したら、エンディング変わるらしいんですよね。なんで、ここでも脱出失敗をあえてね、していこうと思う。また宝探ししようよ。誰が鍵持ってるかな？なんですって。さあ、で、一応なんか左上にね、あいついるもんな。何？今度は何なの？なんかやばそう。鍵探して出ないとって言ってるけど、これさっきの首だもんね。私たちのお家にようこそ。まあ、そのために来たとこありますから。もうギャリーはもう何も怖くない。もうこの絵画の前で待っておこうかな。で、この、まあ、なんていうの、バッド条件を満たした上で、エンディングがまた変わるらしいので、それを見ていこうかな。これで、イブの動きになって、今、ギャリーは失敗してるからね、脱出に。なので、ギャリーのまず部屋に行こうかなと思います。いや、ほんとね、このイブのエンディング回収をするために、いろんな選択肢とか、それこそ、バッドエンディングの回収とかしてて、この世界観っていうのがね、見る目が変わってきたんだけど、なんかね、ギャリー自体もなんか闇抱えてきてるのかなっていう気もしてるんよな。でもあなたってほんと面白いわよね。多分精神崩壊してるもんな、今こいつ。悩みとかいろいろ何でも話しちゃいそうだわ。大丈夫か。へえ、それは初耳だわ。もっと詳しく聞かせてよ。誰にも言わないから。秘密にしてるわ。絶対に。え、信じられない。本当なの？それ。だとしたら最低ね。女の子になんてことするの？ダメよ。そういう時はガツンと言ってやらなきゃ。そうだぞ。ギャリーみたいにね。もう思いのままに蹴ったり殴ったりした方がいいぜ。困るわよね。わかるわ。どうしようもない時あるもの。いや、ここなよな。なんかギャリーが、それこそなんか辛いことがあったんじゃないかと思ってるんよね。逃げちゃダメだってわかってるけど、なかなかうまくいかないのよね。どうしてかしら。なんかがあってゲルテナテに来たってことなんかな。そうね。それもいいかもね。何も考えなくてもいいし。嫌なこと全部忘れられるしね。あ、そうそう。それと一緒よ。一人で喋り続けとる。これ本当にギャリーなの？なんか変になっちゃってるよ。もしかして偽物じゃない？本物だったらこんなとこにいるはずないし。ねえ。イブ？いや、一番最初に見たときはイブがここでぶん殴ったよね。いや、めちゃくちゃ結構イブの中でも私お気にシーンなんだけど。これでもう、イブ自体も、多分精神崩壊してしまうよな。目を覚ましてだと多分ビンタルートに行くと思うよね。目を覚ませ！パーンって行くと思うから、ギャリーって聞いとけ。あら、あんた迷子になったの？お友達探してるのね。ここにいる子たち、みんなあんたと同じなの。もちろん私も。だから、あんたもパパとママが迎えに来るまでお話しながら待っていましょうよ。イブ、先に行ってようよ。このギャリー全然イブの話聞いてないもん。そうだよね。もうイブって言わなくなってるもんね。出口探そう。ギャリーは大人だから、きっと後から来るよ。ね。だから早く階段に。イブ。あ、もうイブも崩壊したな。え、イブ？ねえ、どうしたの？座ってないで行こう。きっとあと少しで出口あるよ。私も頑張るから、一緒にここ出ようよ。ね、イブ。ほら、立って。イブ。なんかこう見るとな、なんかちょっとメアリーがかわいそうかなって思ってしまう。メアリーはそれこそここから出たくて二人と一緒に行動してきたから、でもね、この精神崩壊をしたのはこのゲルテナの世界を見たことによってなんだよな。イブ、私一人で行っちゃうよ。いいの？イブのバカ、せっかく外に出られるかもしれないのに。本当に私だけで行っちゃうからね。いや、でも辛かっただろうな、ここの二人も。
早いな、帰ってくわ。ちょっとメアリーどうしたん？もうすぐにもうやめたと思った？イブ、メアリーは全然ギャリーに対しては何も思ってなさそうやな。私たち友達だよね。私外に出るのがずっと夢だったけど、イブを置いてくのは嫌だ。一緒に出るってさっき約束したもん。友達は大事にしなきゃダメって本に書いてあったから。私イブを置いてくのやめる。へへ。いやでもどうな、それは大事にしてるってことであっとんのかな、メアリー。大事にしてるんだったらこの二人を返してあげるのが一番なんだよ。でもそれがわかんないんだろうな、メアリーは。ギャリーはどうしたい？あなたも一緒にいる？ん？ここは何をする場所なの？ここはね、かくれんぼとか、お絵描きとか、ずーっとみんなで遊ぶ場所。ああ、素敵。私も仲間に入りたい。本当は大人はダメだけど、ギャリーならいいよ。母、嬉しい。子供だけなんだ。ふふ、友達二人もできちゃった。歓迎会しなきゃ。みんな集まったかな？わ、とんでもない歓迎会開かれてるぞ。やだー。この歓迎会やだー。それじゃあ紹介するよ。私の新しい友達の。イブとギャリーです。みんな仲良くしてね。あ、そういえば。え、何？もうギャリーったら、やっぱりこんなもの持ってる。美術館は危ないものは禁止だよ。だからこれは、ぼ。え、何？没収。そうそう。没収。ライターか。そうだよね。最後にメアリーを焼くっていう選択肢をしてしまうと、メアリーの存在がなくなるもんな。その根源を断つってことか。やっぱね、この部屋を見たらわかるんだけど、基本的にやっぱり赤と青で統一されとるよね。このイブとギャリーの色というか。いや、そこもなんか不思議だよな。はい、あげる。これでよし。イブ、ギャリー、これからいっぱい遊ぼうね。永遠に。エンディング、ようこそゲルテナの世界へ。いや、私結構このエンディング好きだったけどな。まあ今のが一つのエンディング、まあメアリーにとってはいいエンディングだったのかな。なんか二人がもう精神崩壊してゲルテナの世界から抜け出せなくなってたから。で、さっきはなんかね、エンディング分岐みたいなことがあって、途中メアリーがここから一緒に出られるなら誰と出たいっていう選択肢があったやんか。あそこで、メアリーと出たいっていう選択肢をしたから、メアリーが友達を大事にしなきゃって言って戻ってきて、イブと一緒にいることを選んでくれたよね。でも、もう一つのエンディングっていうのが、メアリーと出たいを選択しないまま、バッド条件を満たして、っていうルートらしいよね。あんまりしっかりは私読んでもないんやけど、これが最後のエンディング回収になるので。見てまいりましょう。さあ、もう一回脱出失敗するぜ。もう怖くないぜ。もうギャリーもその気でいるぜ。これでメアリーが、さっきは戻ってきてくれたけど、もう本当に見捨てると思うよね。イブのバカ、せっかく外に出られるかもしれないのに、本当に私だけで行っちゃうからね。で、もうギャリーとイブはもうどうしようもないってことか。変わってるね。もうせっかくここまで来たのに。いいもん。私一人で外に行くんだから。絶対。さあ、これで、うわ、ちょっとメアリールートになってんな。イエローローズ、パレットナイフ。あ、持ち物か。そっか。この子自体のはもう全部クレヨンで書かれてるんだね。
どうしようかな。セーブない。セーブがないぞ。ゲルテナ作品集。M のページがおかしくなってくるぞ。これメアリーだったよね。いや、なんも読めん。なにこれ。こんなページあったっけ？なるほど。もう、なんていうの、そのメアリーの存在自体を消した、お前。聞き耳聞いて。私これから外に行くんだよ。そうだよね。ここでギャリーが独り言言ってたことをこの聞き耳が聞いてて、それを告げ口っていう口がメアリーに教えてた気したもんな。みんなも来たくなったらおいでよ。きっと楽しいよ。あ、やっぱなんかここのリーダー的な存在なんですか、メアリーは。悟り。この本カラフルで綺麗。誰が破ったんだろう。え、メアリーちゃうの？え、なんか自分のこと忘れてない？いや、なんかね、メアリー自体がちょっと変になってる気がするんだけど。いけるか、お前一人で。これで、ここのマネキンって、メアリーはどかせられるの？これは？憧れ。月のベッド欲しいな。頭がない石像がある。ちょっとどいてよ、下に行くんだから。え、あ、もう忠実。え、バイバイ。あ、なるほど。やっぱり言うこと聞くんだ、ゲルテナの世界の、なんていうの、その絵画とかは。あとちょっとだ。あとちょっとで私。え、こんなだったっけ？もっとなんかお星様が流れてるみたいなとこじゃなかったっけ？あれ？これもしかしてゲルテナ店に向かう。何？どこに行くの？いや、この青い文字はね、ゲルテナだと思うんだよね。え、多分ね、なんか最初にさ、おいでよイブって言ってた文字も青色やったやんか。どうしてこの絵ばっかり飾るんだろう。お父さんの絵他にもいっぱいあるのに。お父さんがゲルテナよね。まあ自分を作り出してくれた存在だから、ゲルテナがお父さんだもんな。ワイズ・ゲルテナ展を開催。これとかどう思う？深海のちょめちょめ。ああ、特に何も思ってないんだ。いや、気になるのがね、私この絵なんよな。悪意なき地獄だったっけ？なんかこれ、なんかゲルテナの絵な気がするよね。ここに飾ってるのもあれだし。手バラか。あんまりこう、興味なさそうですね、メアリー自体は。え、じゃあ上行ってみる？一番上行ったらいいのかな？お？わあ、なんか気になるわ、これ。そっちはダメだよ。なんで？そっちはダメだよ。ってことは多分、この上のこと言ってるよね。え？戻っておいで。いや、多分ね、ゲルテナだと思うんだよね。ゲルテナが、このメアリーを止めてる気がする。行っちゃダメってこと、向こうの世界に。着いた。この絵だ。で、額縁がなくなって、ここから出れる。やっと外に行けるんだ。お菓子いっぱい食べよう。いろんなとこに行こう。友達もたくさん作ろうっと。イブと一緒にそっちの世界に行くルートは見たけど、メアリーだけで行くとどうなってしまうの？お、でも来た。私出れたよね。ここ外なんだよね。やった。え？いや、でもメアリーだもんな。絵が違う。そうだね。いや、どうなるんだろう。え、でも誰もいないぞ。あれ？誰もいないぞ、メアリー。メアリー？下行ったらいいの？誰かいる？変わんないか。あるとしたらバラの絵か。あ！バラが黄色くなっとるやん。
これ、どうすんの？もう出る？美術館から出てしまう？出る？せっかくなんかお菓子食べたいって言ってるし。あ、扉がある。あそこから外に出れるかな？お菓子買ってあげる。駄菓子屋連れてってあげるわ。あら、開かない。ここが出口だよね。どうしよう、早く外に行きたいのに。なんで？暗くなったけど、あ、なんか赤い文字書いてる。もう戻れない。どこにも行けない。戻れない。寂しいよ。戻っておいで。みんな君を待ってるから。元のその作品たちが、おお、なんか、あ、枯れてる。私のバラ枯れてる。青いのがダバダバ出てんの何？ここは赤い文字が書いてる。お前の心は作り物。造花だったからってこと。あ、メアリー自身は生きてないもんな。ああ 壊れちゃった、展示物。この青と赤っていうのは誰かいないの？念のため、メアリー、ゲルトナテのポスターが、メアリーが倒れてるやつになってる。チャキーン！戦う気？これ私？気悪いね、本当に。やだね。血は、あ、ここも赤いの、バーって出てる。やばい、なんか暗くなってきてる。早く探索を。怖いよ。誰か助けて。誰？かわいそうなメアリー。ずっと一人でさまようんだね。いや、でも作り出したんゲルテナやろ。もう手遅れ。戻れるか？暗い。おいでよ、メアリー。いける？暗闇の中に。暗い。もう、あ、もう見えへん。やだ。やだ、なにこれ、何も見えへん。なんでこんなの？外はもっと明るくて、楽しくて、人だっていっぱいいるはずなのに。なんで私しかいないのよ。メアリー。イブ、会いたいよ。寂しいよ。怖いよ。助けて。ギャリー。誰か。お父さん。エンディング。ある絵画の末路。最後、ゲルテナと出会った？いや、もう、いや、もう、ちょっと、ゲルテナって言ってきていい？ さあ。これで、まあ一応、イブのエンディングっていうのは全部見れたんだけど、まあちょっと改めてね、このゲルテナという作品を見て終わろうかなと思います。なんかいっぱい見たからこそ思う節はあるよね、私。それこそなんか考察ページとかもいっぱい見たので、まあその辺のね、私の、まあ、考察と、私がこのイブというゲームをして思ったことっていうのをまとめたから、その辺はまたツイッターに貼ってるから見て。ギャリー。ゲルテナの絵ってさ、嫌な記憶ばかりだけど、中には助けてくれたやつもいたわよね。あ、そうそうそう。そう考えると、作品も人間社会も変わらないのかもね。なるほどね。深いこと言ってんな。芸術家って何考えてるかわからないような変わった人が多いと思わない？やっぱり普通の人とは見てる世界が違うのかしら。いや、そうだろうな。これから夜ちゃんと眠れるかしら。多分そう言っててもギャリ寝れると思う。絶対今日のこと思い出しちゃって寝つけなくなるのが想像できるわ。ゲルテナってほんといろいろ作ってるわよね。すごいね。いっぱい喋るね。作品ばっかり作ってて飽きないのかしらね。イブが読めなかった字、私が教えてあげたわよね。あ、もう全部把握してんの、イブ。イブならちゃんと覚えてるでしょうから。もう私がいなくても大丈夫ね。優秀すぎ。イブは借りたハンカチのことなんだけど、もし汚れが落ちなかったら、新しいの買ってでも返すからね。あ、いいよのに、全然。お母さんからもらったの？誕生日のプレゼント。あ、そうです、そうです。絶対綺麗にして返すから。いや、いいよ、いいよ。ああ、なるほどね。まあ、最後に、あ、メアリーって結局何が目的だったのかしらね。
いや、なんかね、私が思うには、やっぱりゲルテナが生み出す最後の作品だからこそ、メアリーってね、ゲルテナ自身の思いが強かった子なんじゃないかなって思っとんよね。だからこそ、なんていうの、今ちょうどさ、右下にお母さんいるやんか、イブのお母さんと、で、左上の方に何度も襲いかかってきた赤い服の女がいるやん。あれって、なんかゲルテナの遺産を狙って近寄ってきた女らしいけど、実際めちゃくちゃ数があったし、ちょっとイブのお母さんに似てるんよね。まあ服の色はそうなんやけど、目の色と髪の色とって。ってことはゲルテナが求めてたのはこのイブ自身だったのかなっていう気はするけど、他の凶暴な作品とも違う感じだし、私たち普通に会話してたもんね。最初に会った時確か外に出たいって言ってた気がするけど、まあ、外には出たかったんだろうな。ああ、なんか向こうがいい作品あるぞ。エンディングがあるぞ。あ、パーパー。僕はあまり芸術には詳しくないけど、ゲルテナがすごい人なんだなっていうのはわかる気がするよ。まあね、ゲルテナ自身はすごかった人だと思うよ。それこそ、こんだけの芸術作品を生み出せるっていうのはもう、いろいろ思うことがあったんだろうな。美術品をすべて見つける。いや、そういうこと言うやんか。再会の約束。いや、このエンディングもすごく素敵だったよな。でも私、このエンディングも嫌いではないよな。なんかコメントでさ、視聴者さんが教えてくれたんやけど、メアリーだけが影がクレヨンになっとんよね。いや、細かいよな、ほんと。なんか見れば見るほど、このイブの世界って思う。あ、いいんじゃん、メアリー。美術館って大人ばっかり来るからすごくつまんない。ああ、なるほど。どうして子供は来ないの？こんなに面白いものがいっぱいあるのに。まあ、場所によるんじゃない？特にゲルテナの世界観はな。アンパンマンミュージアムだとまた違うかも。ね。イブ大きくなったら何になりたいの？私はね、お姫様か絵を描く人かケーキ屋さんか宝石屋さんかな。いっぱいあるな。いいことだぜ。もっといっぱいあったんだけど忘れちゃった。お父さんどこにいるんだろう。どっかにいるかな。五星ってどうして頭がないんだろう。あのパフュームみたいなやつね。どこかに置いてきたのかな。ほう。顔描いてあげたかったけど、描くところがなくてできなかったの。イブー、ここドアがいっぱいあって面白いね。奥には何があるのかな。なんだろうね。で、このドアの奥っていうのも何かあるってこと？まあでも、この辺はもう一周したか？イブの髪の毛サラサラだね。どうして私と違うの？いや、まあまあ、生まれつきっていうのもあるんじゃない？ギャリーぐにゃぐにゃだったし、みんな違うのかな。まあ、それも個性の一つかもな。そういえば前に髪の毛ない子がいたから、クレヨンに描いてあげたっけ？ほう。あ、なんかあれかな。髪の毛が飛び出てる子。嬉しそうにしてたよ。イブにも見せてあげたいな。ああ、なんか一番最初の方にいたよね。なんか額縁から髪の毛飛び出てる子。これ何の部屋？ああ、なるほど。コンプリートしてんぞ、ここ。はあ。重たいとこに入ってしまった。深海の夜。え、なんか、途中でもさ、深海するとって心が壊れるっていう深海があったやん。なんかそれとかけてあるんかなっていう気もするよな、これ。ゲルテナがそれこそ心が壊れていたからこそ作り出された世界っていうのが、このゲルテナ展だったのではないかなっていう気はするな。はい。じゃあ、これで今回、イブ、終わりになります。ありがとうございました。いや、本当に、なんていうの、こう見れば見るほど、で、やればやるほど、いろんな発見があって、気づかされて、で、そのキャラクター一人一人の、まあ、結構根深い部分とかね、ゲルテナとの関わりっていうのを見ていけたのが私的にはすごく楽しかったゲームかなと思います。いや、絵画一つ一つにもね、絶対意味があると思うの。こんだけ作り込まれてるから。まあ、それもね、おのおの一人一人思うとこはあると思うし、絵画一つ一つを見て、このイブという世界観、で、ゲルテナが作り出した世界観っていうのを、皆さんも楽しんでいただけたらなと思います。はい。では、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。